はい、皆様こんばんは、としあきです。今回は、鉄道雑談という感じなんですけれども、皆さんは JR 四国の 7200系という車両をご存知でしょうか。この車両、もともと国鉄型の121系という車両を、ちょっと古くなってきたので、改造というかね、して、で、足回りを丸ごと変えてしまって、で、車体だけ、流用して、7200系という車両にね、変わったんですけれども、なので、走行性能は全くの新型車両と同じというか、新型なんですよね。で、今回はこの7200系、国鉄型車両なのか、それとも JR 型車両なのか、どっちなんだろうっていうね、疑問が、以前から、Twitter とかでもね、見てると、そういうね、話題になってたり、したので、で、私もね、思うと、どっちなんだろうと思ったので、今回は皆様に、コメントとかにね、書いていただいたらいいかなと思うんですけれども、ちなみに、ポッドキャストではコメント書けないので、もしよかったら、このエピソードの概要欄の一番上に、該当する YouTube へのね、リンク貼っておりますので、コメントはね、YouTube の方に書いていただけると嬉しいです。で、皆さん、どう思いますか?っていうね、疑問系というか、質問系のね、雑談系の、ラジオ、動画になってますけれども、本当に、どうなんでしょうかね。足回りだけ見ると本当にね、もう以前とね全く違うというか、で VVVF のねインバーターになってるし、で、あと新しいね技術というかが入ってるのかな。はい、で本当にもうね下回りというか足回りは新型なのでね、なんですけれども車体の方は、見てもね、わかるように、まんま変わってない。色はちょっと変わってますけれども、車内の方は、以前はね、ボックスシートが並んでいたのが、7200系化に合わせて、片側がロングシートに変わって、もう片側はね、ボックスシートのままという感じで、車内もね、多少は変わってはいるんですけれども、ただ車内の雰囲気も、121系に近いというか、まだまだ残っているというか、で以前ね私動画にしましたけれども、車内に残るね121系の亡霊ということで、まだ車内に121系という表示がね残っていたりするんですよね。なのでそれを考えると、国鉄型の121系のまんまだし、あと運転台とかもねそのまま流用してるんで、運転台見ると本当に国鉄型っていう感じというか、国鉄型まんまなんですよね。はい、なので、車体だけ見ると、あと乗車してね、乗ってみると、121系に、そのままっていうね、雰囲気が残ってるから、国鉄型と言えなくもないんですけれども、ただね、走り出すと、もう音がね、新型車両だし、動きもね、スムーズだし、だから走りは本当に JR 型なんですよね。これ、実際、この車両が国鉄型だろうが JR 型だろうが、どっちでも別に困ることはないんですけれども、JR もね別にどっちでも困らないだろうし、で乗ってるお客さんの方も別にこれは国鉄型だろうがね JR 型だろうがどっちでもね困らないし、であと答えもないし、なので本当にどっちでもいい話ではあるんですけれども、ただね鉄道趣味的にはこれをどっちに分類するかっていうのが意外となんかね、重要なことだったりするのかなっていうね、思うんですけれども、いかがでしょうかね。で、こういう風な改造、以前にも他のね、会社でもあったりもします。例えば、京阪電車でね、昔、2000系という車両があったんですけれども、それを、架線の電圧を上げるときに、そのままでは、無理だったので、改造して2600系という形式に変更して、で、新型車両として登場してるのかな。なんですけれども、それも、車体も2000系のまんまだし、雰囲気も残ってるし、っていうことで、今回と同じ感じなんですけれども、その時どういう風なね、新型車両として皆さん思ったのかどうなのかってね、思うんですけれども、どうだったのかな。ただ京阪の場合は、
まあ、2000系というより2600系という感じが私は思うんですよね。まあそもそも私が生まれた頃に2000系から、2600系に、ね、移り変わっていたっていう感じなので、だから見てもないので、だからまあ2000系知らないから、あれは2600系っていう、の車両と思うので、まあ2600系という車両で認識してますけれども、片や7200系は121系もちろん持ってるし、まあ、撮影もしてるし、なのでこの車両7200系になったからといって、やっぱり121系っていう感じもあるしなと思うし、より複雑な気持ちにはねなってはいるんですけれども、まあまあどうなんでしょうか。まあこれね、121系を知らないね、方がねどんどん増えていくと、やっぱりあれは7200系という車両で、JR、まあ形式もね121から7200という JR 四国型のね形式の付け方にもなってますので、まああれは JR 型なのかなというふうな認識を持たれる方が増えていくのかなとは思いますけれども、やっぱりでも121系知ってる人はあれは国鉄型かなと思うし、でまあただ分類的に言うと、これ趣味的な話ですけれども、さっきも言ったように別に JR とかお客さんは別に JR 型だろうが、国鉄型だろうがどっちでもいいので、別に趣味的なこと以外では、全く影響しない話ですけれども、ただね趣味的に言うとどっちかっていうのを、まあなんか全体的に統一しとかないと、いろいろなね書籍とかでも、これまあ、ネットとかでもそうですけれども、国鉄型って書いたら JR 型だろうとツッコミが来て、 JR 型って書いたらね国鉄型だろうってねツッコミが来るので、ねえどうなのかなって思うところですけれども、まあとりあえず私としてはこういう改造の時に形式が変わってない場合は、そのまま国鉄型だったら国鉄型のままで、ただ今回は形式変わってるので JR 型と言ってもいいのかなっていう気はしてます。はい。ちなみに、先ほど例に挙げた京阪の2600系なんですけれども、ウィキペディアでは、京阪の2000系と2600系は別のページになってます。なので京阪の2600系は、新型車両というか別の形式としてウィキペディアでは扱われているんですよね。ただ7200系は121系のページに続けて書いてあるので、なので7200系は121系の改造扱いとしてページにウィキペディアには載ってると。この違い何なんでしょうってね思うんですけれども、まあ多分最初に書いた書き手の人のまあ感じ方なのかなと思ったり、あとね京阪2600系は、純粋な新型2000系からの改造ではない新型車両の、30番台っていうのが何両かねあるので、それもちょっと、影響してるのかなっていう気もしますけれども、どうでしょうかね。でもまあ多分なんですけれども、これウィキペディアができるね前に、2000系から2600系に移り変わってるんで、私のね感じ方、先ほど言いましたけれども、まあ私の知らない間に生まれる前とか生まれた頃に、変わってるという、はるか昔に変わってる2000系から2600系は別物だろうって思うんですけれども、現在進行形で、見てる人が多かった121から7200はまあ同じだろうってね思う人が多いからこうなってるのかなっていうね。まあでもね答えはないんで、でどっちでもねどっちも正解だから、まあまあこれはね人それぞれの考え方だろうしね。まあ一応ウィキペディアでは、こうなってるよということで、はい、参考程度ですからね。どうでしょうかねという話です。はい。ちなみに7200系なんですけれども、この車両ね赤色の帯がついて、まあ、赤色っていう感じがするんですけれど、これまでね、まあ、121系も含めて JR 四国で言えばね青というか、まあ、水色というかだったのが、まあ、この車両を皮切りになんか赤がね増えてきて、で2600系もね、
赤色だし、2700系も赤色だしということで、ね、あの JR 四国どうしたんだってね、思ったりもするんですけれども、ね、どうでしょうかね。はい。ということで今回は、JR 四国の7200系についてね、ちょっと脱談していきましたけれども、今回はね、特に答えもなく本当に雑談っていう感じの話だったんですけれども、どうだったでしょうか。こんな感じで、まあね、あの考察系の話から鉄道のね、今回みたいな雑談の話まで、いろいろなね鉄道の話とかをね、このうさみみ鉄道話ではねしていきますので、よかったらね YouTube で、ご覧の方はチャンネル登録、そしてポッドキャストでね、聞いていただいている方はぜひね購読していただいて、で、ね、これからも聞いていただけると嬉しいです。またあのポッドキャストでね、お聞きの方、コメント等がねポッドキャストではできないので、よかったらこのエピソードの一番上に、YouTube へのね、リンクを貼っておりますので、この YouTube のね該当する動画に、コメント、書いていただけると嬉しいです。で、あの YouTube でねお聞きの方、もしよかったらあのポッドキャストの方でも、配信を開始いたしましたので、スマホとかでダウンロードして、ね、聞くことができますので、Spotify とか、iPhone の、 あの Apple のポッドキャストとか、あと Amazon Music、 そして、やっとねあの審査が通って Google のね、ポッドキャストでも聞くことができるようになりましたので、お好きなあのポッドキャストアプリで聞いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回本当にね、身がないな。はい。まあちょっとね、冒頭に断りましたけれども、たまにはこういう雑談もね、いいかなと思って、はい、やってみました。うさ耳クラスを鉄道が大好きな人に紹介しよう。I love train。うさ耳クラス、チャンネル登録よろしくね。